映画館の中だと思う。大丈夫？ああ。君は待ってて。そうね。映画なんて苦手だし。ジェームス。何？気をつけてね。ああ。さっきまで遊んでたじゃないか。大声を出してさ。自分の顔を見てみなよ。言ったでしょ、でかいネズミ椅子の下から飛びついてきた。きっとあんたも叫ぶよ、根性なしデブ。おい、なんでそんなこと言うんだよ。ねえ、なんでここにいるの？警察に追われてるんでしょ。いや、誰も追ってこないよ。それにドアは塞いだ。誰も来れないよ。警察も怪物もねえ。変なやつ。なあ、みんながそう呼ぶよ。そう、私も変なんだってさ。よく怒鳴られる。悪さをしたら特にね。何か悪いことした？それで警察に怒られるの？わかんない。そうかも。じゃあ謝ればいいのに。許してくれるよ。そんなの無駄だ。誰も許してくれない。レディ。ジェームスだ。ほら、さっきアパートで会ったろ。覚えてる。
まだ町から出てないのか。まだちょっといいかな。そう、食欲は戻ったんだな。一人なのか。違う。なんだ。多分ローラがふざけてるんだろう。あの子、ローラっていうのか。そう聞いたけど。探しに行く。君は？今度はついてこいって。いや。ローラ！
ローラ、頼む、止まってくれ。マリア、子供を見たか。ええ、止めようとしたんだけど。あっちに行った。追いかけましょう。ジェームス、見て。それはガンロッカー？病院なのに？ああ、だが空っぽだ。なんだか嫌な予感がする。
どこへ行ったの？わからない。探してみよう。どうして逃げるのかしら。私のことを嫌ってるのさ。どうして。それはわからない。今の。わからない。用心した方がいい。
中に鍵があるようだけど番号がわからない。探しましょう。どこかにメモがあるかも。あなた、写真を見て何か探してるの？Thank you.
2階の地下のだ。ああ、そうなのね。この病院は本当に裏寂しい。他の場所よりもずっとね。これは発電機か。それって動かせる？エレベーターが使えるようになるかも。Ugh!